よろしくお願いします。虎ノ江です。自分は群馬県の前橋市から、前橋市で、島村楽器で、ギター教室とサックス教室に通っています。自分はカバーをメインでやっていますので、ぜひお聴きください。では1曲目です。福山雅治が歌っているスコールです。ありがとうございます。自分が、群馬からここの大宮の方に来たのっていうのが、自分は、NPO 法人の、今理事長をやっていまして、自分で設立をしまして、そこで、運営資金の獲得のために
自分の演奏してる動画とかを YouTube に上げたりして、そこの広告収入を得ようということで、今その拡散活動のために来ています。ノーミュージックノーボランティアっていうふうに調べてもらえば、多分出てくると思うので、こういった形でちょっと今大宮の方に店長さんの方に貼ってもらえるっていうことをお願いしてあるので、もしそうですね、ご協力いただけるんであればチェックしていただければと思います。次の曲で最後になりますけれども、次は、スキマスイッチの愛です。皆さんよろしく、ありがとうございました。どこで誰が想像したもんなんでしょうが、何回なんだねか、情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうが、そっと教えてよ、飛ぶ鳥は大空を迷うことなく飛べんのに、一体僕らはどこへ向かうだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうじゃもう嫌なるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しまで、そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ帰るんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ、踊りのど真ん中を歩けるような僕じゃないから、大抵足元気にしてきてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなるじゃもう嫌なるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しまで、そう思ってどんくらい経つだろう。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなるじゃもう嫌なるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しまげ、来週はいつ帰るんだろう。でも僕らいつ会えるの。ありがとうございました。